フルタンがしっかりとよく出る系統なので、はいはい、見応えが出てくるんですよね。フルリモーランダーは多分ここにお目にかかれないというか、そうですよね、普通は退職してしまうので、はい、小引き部屋の一通りのご説明をいただいて、ベランダに、まあ、ベランダさんですので、まあ、ベランダに今から移動させていただくんですが、井ノ口さんがですね、早速、ノンアルですよ。ノンアルなんですか。あ、すいません、失礼しました。あ、本当だ、ノンアル書いてます。アルコール嫌いなんで。あ、そうですか。めちゃくちゃ好きそうですけど。はい、めっちゃ好きですよ。そうですよね。我慢してます。あ、そうです。今日おとなしくしてるんですけど。はい、ということでベランダにで、どうぞどうぞ。はい、はい、素敵な奥様もいらっしゃって、本当に、はい、素敵です。ではですね、これがもう本当にベランダさんの真骨頂といいますか、これすごいんですよね。今ですね、網を外してくださっていて、本当にこう工事現場がというぐらい、この鉄パイプの組み立てであったりですとか、奥行きもぐらいになってるんですね。すごいですね。これが、ベランダに出て左サイドなんですけれども、その逆側も実はありましてですね、もう本当に井ノ口さんが井ノ口さんも見てますね。でも完全に映ってますね、井ノ口さんの顔は。はい。で、上下2段、あ、すいません。あ、これはすごい。オランダが。こっち外しますか。あ、こっち、はい。あ、こんな感じでですね、網を、これベランダさん、網は、はい、その魚が飛び出しちゃったりとか、障害防止みたいな、そう、飛び出すことはほとんどないんで、はい、鳥が来た時に、はい、カラスぐらいはやっぱり来るので、はい、獣まではここは来ないんですけどそうですよね、はい、大都会なのでこれはやばいですね、これガチですね、本当に本当のガチですね。これはすごいっすよ。やばい。狭いベランダの中では結構いる。いや、めちゃくちゃいますよ。だってこれベランダさん、まず水量っていうとどんな感じなんでしょうか。3トンぐらい。3トンぐらい。皆さん聞きましたでしょうか。大都会のベランダです、マンションの。3トンの水を管理されているそうです。ベランダ出て右サイドの2段上にプロブレーダー2本と、あとあれはベランダさん、グリコンの180で、下にもですね、2段あって、同じようなレイアウトが、まあ、2段構成なんですけれども、2本オランダ、2本オランダだそうです。まあ、ちょっと白ガチ系がこっちにも入ってて、はい、これ2歳、これ2歳ですか。2歳ですね。2歳でこんなでかいんですか。いや、でもこれ2歳です。マジっすか。はい、あ、ちょっと後で撮る、ごめん、マジっすか。はい、でかくなるんですよ、これ。すごいっすね。いや、これはあんまり大きくできなかったぐらいの話で、いや、よくベランダさん、その国産と例えば海外産、まあ、特に中国なんですけど、その年齢差でのサイズのあれがっていう、違いがあるって僕は印象があったんですけど、はい、日本でもやっぱ2歳でこんなに大きいのはあるんですよね。僕はこれが大きくないって思ってます。なるほど。はい、搭載ぐらいのサイズだなって。マジですか。いや、にしてもなんか迫力すごいですね、これ。これはやばいです。柱もよく出てますよね。はい。
頭分担で、これ今ちょっと上から見てるのがあれですけど、多分太鼓もすごい印象はあります。はい、こんな感じでもうブリブリですね。ブリブリで元気モリモリですよ。めちゃくちゃ綺麗です。で、そのお隣のこの船なんですけれども、これも全部2歳、2歳の向こうのオランダ獅子頭だったそうです。うわ、これもすごいっすね。頭、頭が、コブが、これ、うん、これベアンさん言い方あるんでしょうね。こ、実はコブとか頭とか分担ですよね。分担ですね。はい、結構この系統は、はい、粉炭がしっかりとよく出る系統なので、はいはい、見応えが出てくるんですよね。すごい。だから普段だと僕白とかは残さないんですけど、はい、手放す気にもならず。そうですよ、白だけど粉炭が、ね、プリプリ出てて可愛いので、はい、型もいいですし。これ、宮根さん、こういう頭のこの白の抜けているのは窓ですよね、やっぱり窓がいいですね。なるほど。まあ、結構日本ランダーの場合とかだと結構色の、はい、窓っぽくなる、はい、っていうような魚も結構出るんですよね。はい、なんか卵中だと大窓、小窓みたいな。そうですね、日本ランダーでも同じような、はいはい、同じような感じですね。なるほどですね。これはよく映ってるんでしょうか。本当に粉炭頭がすごくブリブリブリです。本当に本当にこのゼリーかの両方、ね、はい、触ってみたいぐらいブリブリな。そうですね、はい、すごい柔らかそうですね。柔らかい。こういったこう魚とのコミュニケーションも大事にされているみたいな。ありがとうございます。はい、でまたまたこれがその先ほどの隣のブルコン。これはブランドさんブルコンなんですか。はい、180のブルコンです。でご覧の通り東錦でした。東錦がで、これなんですよ。これがですね、ご存知の方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、これがベランダさん。そうですね、日本ランダーなんだけど、はい、色が抜けないでここまで来ちゃってるすごいですよね。黒日本オランダとかそんな感じ。いや、いない。いない。そうなんですけど、はい、黒日本オランダは多分あまりお目にかかれないというか。そうですよね。普通は退職してしまうので、はい、若干3歳秋になって、これ3歳なんですけど、はい、3歳秋になってちょっと顎のあたりがちょっと赤くなってくる雰囲気は、はい、だけどまだまだまだ色は黒いっていう感じで、はい、これすごいっすね。これなんかベランダさん、そう見ると尾びれのこのひらひら感もちょっと違うんですかね。こんな日本などもこんな感じでしたっけ。こんな感じで、これは搭載の時にもう尾がガチガチな魚なんで、面白い、味がないって言われるタイプの小型なんですよ。はい、だから普段だったらもしかしたら、はい、手元に置いてなかった可能性があって、はい、でその尾の強さが逆に3歳まで来てるので、ダラダラせずに、はい、ちょっとこう扇のような。そうですよね、なんか張りがあるっていうか、張りがあるっていう、はい、これめちゃくちゃかっこいいっすね。ね、ちょっとブラックドラゴンとか鈴木系では言われる、言われますけど、はい、それの日本オランダタイプですよね、はい、ブラック日本オランダですね。ブラック日本オランダこれベラダさん固定を手が回らない。なるほど。これちなみにオスメスで。これオスです。オス、あ、はい、そしたらまさに追い越しがガチガチ出る。あ、ですよね。あ、そうだ、それもツイッターで、そうだ、それこの子だ。そうだ、そうだ、そうそう、これ体の脇まで追い越しが出てたんで、追い越しが白っぽいので、はい、余計目立つんですかね。それで目立ったんですけど、はい、普通はヒレのところだけなんですけど、そこだけじゃなくて、顔の側面とか体の脇とかも。そうですよね、はい、かなりこう繁殖能力の高そうないかつさをと綺麗さを兼ね備えた。すごいです。これなかなかお目にかかれないと思います。Better is being low.